どうも皆さんこんにちは。こんばんは。ナッツです。本日は DaysGo! の動画になるんですけども、今日お話しさせていただきます内容なんですが、えー、先日入りましたアップデートの、えー、バージョン1.41の内容をご紹介させていただこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。まずアップデート内容をご紹介させていただく前に、えー、少しね、お話しさせていただこうかななんて思ってるんですけども、えー、チャレンジのリロードってあると思うんですけども、 そのリロードがちょっと今、えー、不具合なのかわからないんですけども少し、えー、以前までと違ってちょっとおかしな部分が出ております今までですと通常、えー、ゾンビがね開始直後にこっちに気づいてダーって押し寄せてくるっていうような感じだったと思うんですが今はなぜか開始直後に、えー、ゾンビがねこちらに気づかずに寄ってきてくれないっていうような状況が発生しておりまして なので今は開始直後にちょっとだけ前に出てゾンビをおびき寄せてこっちに呼び寄せるみたいな感じでやらないとなんかゾンビがこっちに来てくれないっていうようなね状態になっております。毎、まあ、毎回毎回でではないんですけども 3回やるとそのうちの2回ぐらいが不具合というかねゾンビがなぜかこっちに来てくれないみたいな状況になっておりますので、まあ、これが不具合なのか若干ね仕様が変わってしまったのかそこのところはわからないんですけども、まあ、もし不具合であるんだったら極力ね早めに直してほしいななんて思っております。 さあそれではえアップデート内容バージョン1.41のねえ内容をご紹介させていただこうかなと思うんですけどもえ今までここ最近ですと結構オプション関連で追加要素とかがあったりしたんですけども今回のアップデートに関しましてはえ基本的には修正メインの結構シンプルなアップデートだったかなと思います。 えちなみにえ新しいバイクチャレンジのえワイルドハントというものの、ね、え配信がスタートをしたんですけどもえこれに関しましてはえアップデートのバージョン1.4以上が必要となるそうですそして今回も進行不能系バグの修正が2つほど入っておりますえ1つ目はえ前に進むしかなかったというミッションで NPC が車両を動かさないという問題が発生していたそうなんですけどもそちらは修正されたそうです それともう一つ誰も殺すなよというようなミッションがあるんですけどもそちらでプレイヤーの所持品にロックアイテムが正しく表示されなかった問題があったそうなんですけどもそちらも修正されたそうです今回の進行不能系バグの修正はこの2つで以上となります続きまして一般的な修正になります 1、えー、一つ目なんですけども、えー、こちらに関しましては結構前からあったバグだったかなとは思うんですが一部のプレイヤーがサバイバルホイールで一部のアイテムが選択できなくなるという、ねえー、問題があったんですけどもこちらがついに修正されたそうです続きまして一般的な安定性の最適化そして、えー、ステルスキルプロンプトは以前に意図した通りに画面に残りますとのことです ちょっとね今ご紹介させていただきましたステルスキルプロンプトの、えー、修正の部分なんですけどもちょっと直訳なのでこれだけでは、えー、何のことを言ってるのか正確にはちょっとわからない部分ではあるんですけども、えー、ごめんなさいその点はご了承ください、えー、今回のバージョン1.41のアップデート内容はこれぐらいになります えここ最近のアップデートでは、えー、修正するポイントだったりとかオプションの追加だったりいろいろと項目がすごく多かったアップデートではあるんですけども、えー、今回は非常にシンプルに、えー、ちょっとした部分の修正のみのアップデートだったそうです。 まあ少し前のお話にはなるんですけども今後オプション関連をどん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 追加していきたいというね、えー、お話があったかなと思いますので、えー、またね次のアップデートとかで、えー、そういったまたオプション関連とかの追加とかもいろいろあるんじゃないかななんて思っておりますということで、えー、簡単にご紹介させていただいたんですけどもいかがでしたでしょうかもしよろしければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたしますそれではまたバイバーイ